駒込駅から北方向に進んでいくと、下町情緒のある町並み。こちらは比較的再開発の及ばない古い町並みだ。そして見逃しそうな細い路地の商店街が見えてくる。こちら霜降り銀座商店街。1956年昭和31年に誕生したという古い商店街は、道幅が 3-4メートルほどと狭く、昔ながらの商店街といった具合だ。チェーン店はほとんどなく、個人商店が軒を連ねる下町情緒ある佇まい。生鮮食品に加え、呉服店、古着屋など、こういう商店街が家の近くにあったら嬉しいな。こちらは元寿司屋、滝の寿司だろうか。おそらく商店街誕生の頃からあった店なのだろう。閉店後はレンタルスペース金魚亭として再利用されているようだ。内観も昔のままのようなので、いつか入ってみたい。途中振り返ってみると、 Y 字に枝分かれしていることがわかる。どちらも道の幅は狭い。そしてよく見ると、街灯につけられた看板は途中から染井銀座に変わっている。そう、霜降り銀座商店街は途中から染井銀座に変わるのだ。染井の名は、駒込が染井吉野発祥の地であることからだそう。こちらも肉や魚、八百屋など個人商店が並び、スーパーやコンビニ、100円ショップもあり、道幅は広がったが、霜降り銀座と共通する下町風情の商店街。
2つの商店街はどうやら区境をまたいでいて、霜降り銀座は北区、染井銀座は豊島区。どちらも品揃えが豊富で良い商店街である。